はい、皆さんこんにちは、ペトでございます。ワールドスタジアム3ね、今日もやっていきましょう。さて今日からはカープとの3連戦、広島阪神の19回戦、タイガースがメイさん、カープの方は後のね、名球会投手黒田さん、スタメン今岡さん、ブッキーで、こうですね、坪井さんな使いたいけど、ハムちゃんまだ調子いいからね、ちょっとハムちゃん狙えるからね、一発オレンジやったらちょっと変えてたかもっていうところあったんですけどね。さあ今岡さんはヒットが出ればもしかしたら調子上がるかもしれないんでね。試合開始でございます。さあ県民球場ならハマちゃんもっていうところで、まあギリギリやけどね、入るとしても。新庄、ピッチャー強襲、センターに抜けてきました。センター前ヒット。2番ショート今岡、盗塁成功。さあノーアウト二塁となりました。バントになっちゃったね、前か。3番セカンド風習君。さあこの間に生還、文心君のショートゴロ、ツーアウトランナーなしとなりました。ジョンソン、ジョンソンさん綺麗に一二塁間抜いてきました。ライト前ヒット。ブラーさん、センター前連続ヒットでチャンスメイク。さあ浜ちゃんちょっとパワー打ちでやってみましょう。どうだ、あー入ったー、予想通り。浜ちゃん今シーズン第1号スリーランホームラン。ハマちゃんやりました、4対0。で大砲さん、さあ大砲さんも打ち上げて、これは切れていく。ボテボテのセカンドゴロとなりました。3アウト。さあハマちゃんやりました、今シーズン第1号スリーランを含みまして4点の選手に成功。さあ心配なのはメイさん、大砲さんダイビングキャッチをしようとしたんですけど、その横をすり抜けていきました。ライト前ヒット。ファーストもアウト、6-4-3ダブルプレー。流した打球、飛距離は十分、しかし切れます、ファール。あー引っ張った、これはうまく持っていきました。浜中さん見送りました。前田さん25号ソロ。4対1。メイさんなんかやっぱり打たれるのがちょっとデフォになってるな。これはセンターへの当たりは新庄さん追いついた、スリーアウト。さあカープも負けてられません。天才前田さんの一発、4対1としております。
さあ4-3をきれいに合わせました。センター前ヒット。さあメイさんの当たりはセンターの前に落ちる。一塁三塁ノーアウト。第一打席はピッチャー強襲、ファーストでアウトとなりました。その間に5点目。今こそやっぱりギダの扱い。ツーアウト三塁。ブシュ君センターへ上げた。これが入る。バックスクリーン右に飛び込みました。97号ツーラン。一気に突き放しにかかります。7対1。ジョンソンさんも、ああこれも入った。連続ホームラン。45のお台乗せました。8対1。さあブロワーさんも一発狙いたい。あはははは、ブロワーさんスライダーを打ち上げました。センターフライ。これで3アウト。さあタイガースこの回も4点取りました。計8対1として2回の裏。金本、スイングアウト。文心君待って取りました。岡田さんは初球打ち引っ掛けたセカンドゴロ。これは右中間センター寄りに持っていくシングルヒット。ツーアウトからカープランナー出しました。ズバッといった。軽い三振。2回の裏カープはランナー出しましたけど、この回は得点に絡みませんでした。さあそして今シーズン初ホームラン、ハムちゃん。今度は打ち上げました。これはセンター尾形さんダイビングキャッチ。太鼓さん惜しい当たり。落ちる球空振り三振。さあ4-3きれいに今度は左中間抜けていきます。これは長打コースになりそう。ツーベースヒット。そしてメイさん。さあメイさんこれはポテンヒット。一塁三塁。そして新庄さん。新庄ライトへ打ち上げた。これは取るのか。取りました。ライトファールフライで3アウト。タイガースこの回は得点になりませんでした。8対1のまま3回の裏カープの攻撃。ここで黒田さんに代打、リアスさん登場。リアス、見逃し三振。これも見逃し三振。4つ目の三振。2番セカンド木村。
チャゴロ。メイさんこの回三者凡退に抑えました。リリーフは玉木さんだ。玉木さんは絶好調。はい、今川さんらしいヒットが出た。ノーアウト一塁、そしてホームランを打てる文心くん。36、ダブルプレー珍しい。でジョンソンさん、これはもう変えて打ちましたけどファール。ちょっと詰まりました。ライトフライ、スリーアウト。さあ今岡さん先頭バッターランナー出ましたけど、文心君久々の併殺だ。そしてジョンソンさんはライトフライでスリーアウト。さあ第1打席ホームラン打てる前田さん、これもいやこれは浜ちゃんの頭抜けてきました。ライトオーバー、ツーベースヒット。引っ張りましたけどショートゴロ。これは文心くんが掴みました。セカンドゴロ。軽い三振、5つ目を奪ってスリーアウト。さあ得点圏にランナー出しましたけどカープ2点目取れませんでした。ブロワーさん、これはちょっと力負けしました。セカンドゴロ。ハマちゃんの打球もキムタクさんへ。さあ大光さん一発あるか。あら、強襲。しかしこれはファースト方向に弾きました。ピッチャーゴロでスリーアウト。3回以降いい当たりはあるんですけどね、得点が取れない。初球打ち、どん詰まり、ショートフライ。瀬戸さんはスライダーうまく拾いました。センター前ヒット。代打か、代打出さない。6-4-3、3はセーフ。2アウト、一塁三塁と変わりました。ショート今岡さん追いかける、取りました。スリーアウト。さあメイさん、この回一塁三塁のピンチまで抱えましたけども失点しませんでした。かけました、ショートゴロ。サードゴロ、ごめんなさい。さあうまく合わせたぞ。これはレフト前に落ちました。流し打ちで新庄さん。新庄ちょっと無謀やった。痛烈、しかしこれはセンターライナー、スリーアウト。6回の表のタイガース、またまずい攻撃が出ました。エンドラン失敗で新庄さん倒れました。
さあ前田さんは3安打目か、これは新庄さん、ああエンタイトルツーベース、ジャンプしたら取れたかな今の。江藤さんがまた1割切りそうな、空振り三振。打ち上げましたセンターへの打球、ツーアウト二塁。尾形さんもこれは新庄さんへのフライとなりました、スリーアウト。前田さんが今日は猛打賞になるツーベース放ちましたけど、またカープ得点できません。さあ今岡さん右打ちライト線、さあ二塁を狙います、ツーベースヒット。そして文心くん、バットの先端打ち上げました、今田さんタッチアップ、ワンアウト三塁となりました。そしてジョンソンさん今日は2安打ホームラン1本、ジョンソン、これはセンターオーバー、今田さん帰りました、9点目、ジョンソンさんタイムリーツーベース、でブロワーズさん、さあ、おっつけましたけど、これはどうしようかなと迷ったけどねラッキーセブンタイガースはジョンソンさんのタイムリー1点追加、ようやく点が入りました。あ、再三センター新庄さんのフライ、瀬戸さんはショートの頭越していきました、センターへのヒットで代打町田さん、代打町田、空振り三振。さあメイさんこの回までかなと思ってるんですけどね、ピッチャーゴロスリーアウト、なんとか7回を1失点でしのぎましたメイさん。さあ今日はホームラン打ってる浜ちゃんですけど、その後2打席は凡退してます。ピッチャーセカンドゴロで大砲さんもヒットがないんだよね今日は。うわあある打つときはバカ当たりなんだけどね。矢野さんはこれは3安打目になります。おー金本さんこぼした、ツーベースヒット。さあ3安打ですけど代打出します。坪井さん行きましょう。坪井さん、おっと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 危ね、一塁三塁、そして新庄さん、新庄、坪井さん盗塁成功。
打ち上げました。あ、ファール、助かった。センターへ、これは詰まった。センターフライ、スリーアウト。ラッキーセブン、あ、8回でしたね、ごめんなさい。8回の持ってタイガースは得点できませんでした。今日3安打の前田さんでしたけど、この回はセカンドゴロ。4番サード江藤。今岡さんのゴロ、ショートゴロ、ツーアウトランナーありません。空振り三振。8回の裏、伊藤敦則さん見事3人で打ち取りました。今岡3枚センター前落ちました。で、文心くん、あ、文心くん今日は2つ目の併殺だ。ジョンソンさんもどん詰まり、ショートゴロでスリーアウト。さあ今日は、まあ、浜ちゃんにホームラン出てるからね、あとは全然タイミング合ってなかったけどあのホームランだけでしたね。間違えた。ちょっと浜ちゃんがジョンソンさんの守備がやばいからね。で、あと檜山さん、宮城さんがファースト、あ、前か、ファーストは両方でいいやからな。あ、そうですね、回ればって思ったんだけどね、回らなかったから。おー、新庄さんダイビング、ツーアウト。そして今日なんやかんや言って2安打放ってる瀬戸さんは、あ、これヒットになるんだ。3打目、ツーアウトからランナー出しました。で、代打トマシノさん。ピッチャーゴロー、ゲームセット。今日は9対1、ね、浜ちゃんにもホームランが出ました。で、文心君にも出ました。ジョンソンさんにも出ましたね。阪神タイガースの勝利となりました。まあ、40点取るよりはね、ホームラン出る方が全然嬉しいというね、私なんですけどね。はい、ということで、まあ、2回で決まりましたね、勝負はね。浜ちゃんの1号、そして前田さんもね、あれ、ライトへ流した後、あ、レフトへ流した後、ライトへ綺麗に打ちましたよね。で、文心君の97号とジョンソンさんの40号が出ております。文心君はまっすぐ綺麗に1本揃ったね他球場、ジャイアンツ競り勝ちました。7対5か。牧原さん勝ち投手ですね。で、ドラゴンズとスワローズの一戦は石井和久さんが何点取られたんだろう。10対1となっております。ということで、メイさんが19勝目で、あと1回で20勝達成となります。さすがに天才前田さんにね、
サンダーモーダショーもまた3割復帰するかもというところですよね。でタイガースの方は、坪井さんヒット出ましたんで調子上がってくれるとね、いいんですけど、浜ちゃんにね待望の一発出ました。しかしあの一発のみでしたね、ヒットは。で今岡さんとジョンソンさんが猛打賞、今岡さんもまた4割超えね、調子よくなれば、一発狙えるかもというところですね。はい、ということで、今日はこんな感じでお届けしました。まあその後がね全然繋がらなかったですけどね、何やかんやってでも17アンダーですからね。ではまた次回となります。ありがとうございました。それではさよなら。